よいよ入試始まっちゃったわけですね。はい、始まっちゃいましたね。もうすでにハーバーの方出ちゃいまして、もう僕らは会場にいるような状態なんですね。まず第一歩として、これから壱岐の島、長崎県の壱岐に、お邪魔させていただこうと思います。では行きます。では行きます。おはようございます。おはようございます。今日はなんと思い入れの場所壱岐についに戻ることになりましたね。はい、旅始めて、一番最初に行ったのが壱岐、うん、でそこについに戻ってくると。いや、長かったようで短かったような、なんとも言えない。今日で実質日本一周完了、沖縄除くやつが、はい、ということになります。はい、息は5ヶ月ぶり、161日ぶりらしいです。わかっとるのに知らない。言ってくれると思った。じゃあ壱岐に切っていきましょう。オラオラドキドキ、壱岐に行くぜ。やーい。
ちょうど椅子が落ちてくるから頭にめっちゃかかってる今メイン下ろそうか。平戸大橋すぐ横の漁港に入ろうとしてます。潮が強くて結構船が持ってかれてます。風が吹いてないんでこの海のワシャワシャワシャってやつは全部潮の流れです。船が結構やっぱ持ってかれんな。さあ着岸しますが期待ですね。無事で、無事平戸、平戸に着きました。平戸タビラの方に着きました。平戸に寄った理由は後ろのやつが地団団踏むからです。なんで地団団踏んだのかは後ほど減ったみたいです。いや、息までね、一気に行ってもよかったんですけど、息までにね、一気に行ってもよかったんですけどいや言った後にちょっと気づいてしまったけど平戸によってお魚を食べようということで、あの燃費が悪い人があそこにいるので、ちょっとあの人のガソリン補給のために、ちょっと並んで。なんか濡れてない？そんな大雨の中一人操船してたからですよ。お疲れ様でした。はい、落ちとったもんね。落ちてない、落ちてないガソリン補給しますか。月のガソリン、はい、させていただきますお腹すいた。足ジタバタさせよったもんね。なんか行きたいっつってね。久しぶりにあんなジタバタしたもん。さあ、ここに何を食べに来たかというと、すごいです、おかわり無制限来たー。刺身おかわり無制限きたきたきた、ワクワクが止まんねえな。何回おかわりしちゃうんすか。ほら10回ぐらいはするぞ。
かいな。すごい。超嬉しい。気の緊張が。お疲れ様です。ただいま踊りました。おお、すげえ。おお、すげえ。落ちようにね。おお。わあ。わあ、ただいま踊りました。わあ、めっちゃ嬉しい。嬉しい。びっくりした。なんか遠目で見てなんかおるなと思ったけど。あ、いや、なんかあっちで。帰ってきた、ついに。一応これで1週間了。ここでね。雨も降ってきちゃったね。ここ止め。港屋ゲストハウスのオーナーの方に鮭をさばいてもらう。いいかな。イクラがある。メスヤンです。メスヤンです。ほら。ぎっしりある。ほら。すごい。筋子です。これを今日は解凍して。イクラ。
ないの？それは気にないけんね。この味のない筋子を味付けます。味付けね。でこれで夕方まで染み込ませましょう。おー、楽しみ。夕方まで楽しみ。ねえ、ご視聴ありがとうございました。各種 SNS は説明欄の方に記載してますので、合わせてよろしくお願いいたします。そしたらチャンネル登録、やめ、うわぁ、ちょっと